客だぜ。こんばんは。あ、やっぱり。名刺作りに来たんだってよ。え、マジっすか。はい、あの、出かけるの大変だろうなって思って。あと、置いてもいいですか。どうぞどうぞ。あいつ料理できんの。できん。弁当買ってきた方がいいんじゃねえの。そういうことを言うんじゃないよ。失礼だよ君。大丈夫かよ。やっぱ弁当買ってきた方がいいんじゃねえの。やめなさいゴースト君。失礼なことを言うんじゃない。泣いてんぞあいつ。え、玉ねぎ切りながら。ああ、玉ねぎ。絶対あいつ料理できねえぞ。手つきやべえぞ。いや大丈夫だって。全然大丈夫だって。てめえも不安になってきてんじゃねえか。声震えてんぞ。不安なんてねえよ。めっちゃ楽しみだわ。早く食いてえわ。てめえみてえなのが何でもうまいって言って、まず飯バカ女を産んじまうんだろうな。おい。ん？あいつ板チョコ入れたぞ。隠し味だろ。割とポピュラーだろチョコは。丸々全部入れたぞ。え？全部だ。隠し味なんてレベルじゃねえ。全部ぶち込みやがったぞ。いやまあ隠し味で使うくらいだからたくさん入れても別にいいんじゃない？うん。おいおい、袋からどんどん不穏なもんが出てくるぞ。不穏？インスタントコーヒー、ヨーグルト、蜂蜜。まあそれ全部隠し味として効くやつだし。ガッサガッサ入れてんぞ。え？インスタントコーヒーすげえ勢いで入れてんぞ。やべえ、あいつ加減を知らねえ。やべえぞおい。ああーもう見てらんねえ。俺しーらね。いただきます。どうですか。いいゲフ。嘘つけとしか言いようがない顔してんぞお前。まずい。おい、言いやがったぞこいつ。